今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君とリオでございます。ごめん。間違えた。もう一回やり直そう。あ？もう一回やり直そう。うん、ええけどここ使うじゃん。だけどこうやってやりそうになった。今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君とリオでございます。はい、今回はですね、近畿の5区の新鋭攻略するんだったら、まあどれが一番楽かとかね、EX 不可思議狙いで、ん？じゃあ EX の不可思議狙いか。うん。はい、周回するんだったらどれがいいのかっていう情報、はい、皆さんに提供したいと思います。一応ですね、1,2,3 と全部攻略しました。お疲れ様でございました。本当に疲れた。月数で。ということで、まあ各ね、ステージの情報を皆さんにお届けしたいと思います。お、全力。はい、まずは涅槃弱女。うん。もう一回行こうかな。はい、まずは涅槃。大丈夫か？大丈夫じゃない。涅槃弱女が言えんの？そう。どういうこと？わかんない。はい、ということでまずは涅槃弱女でございます。はい、はい、やっと言いました。反射に貫通にで編成するんだけど、うん、まあ初手は貫通がおすすめです。よかったらね、攻略あげてますので、見てください。はい、で、まあ今回こういった編成で攻略はしたんですけど、うん、このロイマスタングのところにね、代用キャラクターっつったら、まあ一応アポロがいるかなとは思います。はい、まだね、適正キャラクター少ないから、うん、は持ってないわーっていうので、パスが全然いいと思います。うん、うん、だって別になんかオーブもらえるわけでもないし、そうや、うん、ということで、まあアポロでもいいんだけど、やっぱね、コスモ族だから、うん、ワクワクの身のバランスがちょっと崩れるかも。うん、その分ちょっと攻略しんどくなる可能性はある。うん、まあ多分いけるとは思うけどね。おう、うん、はい、で周回時間の方はね、大体ね12分程度、うんうん、慣れてくると、うん、まあ安定して攻略できそうなイメージかな。うん、ていうか慣れた。うん、慣れた。慣れた。やりすぎて慣れた。あ、なんか頭の中のこういったコツっていうのさえ分かってこれば、はあ、ある程度安定して攻略できると思うから、おう、うん、まあここは一番周回しやすいかなっていうイメージ。3つの中でも。そう。うん。うん、ただ一回攻略するっていうと、うん、他のところでおすすめがあるので、うん、まあ、そちらの方を紹介したいと思います。はい。はい。今度はアラヤになります。はい。で、ニペイのね、ブーゲンビリアの実、うん、これが、まあ、被っちゃってるんで、そうだね。即必殺はいいんだけど、即必殺いらないかな。うん。うん、だからこれ激臭とか、うん、あとはブーゲンアルファの代わりにコギリ咲くの、コギリ咲くのは飛行じゃなくてマインスイーパー持ってるので、うん、まあ、地雷がねちょっと負けの要因になるっていう人はコギリ咲くのを入れてもいいと思うし、うんうん、で一応ヤクモが地雷回収できるんだけど、うん、アンチワープ対応してないので、うん、ちょっとね地雷のリスクがね高くなります。そうだね、うん、ということで、まあ、この編成なんだけどやっぱりネックはね、地雷。うん、薬物がね、回収できればいいんだけど、うん、やっぱり運ゲーになると回収できるかどうかっていったところが、うん、だから、まあ、とにかく薬物は、まあ、1体までにしといた方がいい。うん、うん、2体とか複数編成するとちょっと怖いと思う。うん、うん、で周回時間の方がね、これもね12分程度、うん、うん、ね、反射不良と大して変わんないかなと思うんだけど、うん、運でね、配置でサクッて攻略できる可能性は結構あると、うん、逆に配置悪くてちょっと苦戦するって言ったこともあるんじゃないかなと思うし、うん、周回するかどうかって言われたら、うん、あんまり周回したくないかな、うん、考えるのしんどいかなと思った。このパネルがな、そう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 、ついたり消えたりするやつ、うん、俺はね、うん、だから俺はどちらかというと涅槃弱女の方が得意かなっていう、うん、感じはする。なんか疲れる。もう私も無理や、うん、そうやな、私がまず全然無理。多分私にいやそれ危ない危ない危ないって言ってんのがしんどいと思う。そっちそれはある。そっちね。絶対疲れると思うから、俺は涅槃弱女を周回しようと、まあ、2人でね、はいはい、思っております。はい、はい、ということで最後になります、はい、3つの中で一番編成を見てもらえればわかると思うんですが、うん、ゴリッゴリでございます。超ゴリだよね。ゴリッゴリでございます。っていうかね、これぐらいしないとマジしんどい。マジか。うん、まあ、攻略の方を見てもらえればね、うん、どれほどしんどいのかね、なんとなくわかると思う。結構難しいショットを求められるの、それを正確に、あんまりミスできない、余裕がないので、即死の嵐やもんな。
あと蘇生が多いから普通に楽しいじゃない、もう意地で攻略しただけ。本当に楽しいってよりもああしんどなってくる。うん、やっぱね、水属性のクエストの難しいところを集めましたよって形のステージなんで、うん、基本的に攻略とか周回とかはあんまりおすすめしないから、うんうん、正直このゴリラの状態でもしんどかったし、うん、途中で頭よぎったもんね、コネクトスキルの書を使ってダルニアン艦隊にしてやろうかな。あ、そしたらだいぶ違う、だいぶ楽だと思う。やっぱりアクアマリンだったらスピード感がちょっと足りないかなっていったところもあったし、うん、ファーストキラーが乗る乗らないって 1.5 倍じゃん、うん、そこも結構でかいから、うんうん、そういったところで結構ダルニアンのところで勝負になってくるんだけど、うん、それがねやっぱ2から3になって4番だからそれは楽になるかなっていうのがあるから、うん、もちろんねアクアマリンのいいところもあるわけですよ、うん、弱点露出っていうところもあるので、それはいいのかなとかちょっと思ったりもしました、うんうん、でちなみに一応ねロックオン地雷なんですよここ、はい、なんだけど一旦起爆おおで HP めっちゃ高い 6万ぐらいだからやばなんかドーンって食らうねん。だからマジおすすめせん。ただでさえ難しいショット要求されるのに、加速とか積みたくなるのわかる、めっちゃわかる、俺も一回積んだもん。積んだ、うん、結果積んだ違う意味で積んだそう、回収できんくてドン、これはリスクが高すぎると思って、そっちまで考えれんね。そう、それだったらきっちりやった方がいいのかなっていう俺はなるほど、ね、結論に至ったかな、うん、だってあの長いステージを起爆させずにずっと回収し続けて、いやー無理、いや無理と思って、うん、俺はちょっとやめました、うん、周回時間の方は、うん、17分程度、長いな、長いエメントモリ思い出すわ初めて30分かかったからねよくやったなそれはそれで面白いで、ドロー悪かったらマジ最悪だよね。ねえ、もう本当におすすめしないマジでおすすめしないやりたくないわ、うん、ただ、PS 磨きとかそういうチャレンジするっていうことであればもちろんね、うん、いいステージだと思うし、もう俺も二度とやりたくないと言いつつ、うん、時間空いたらやっぱりやると思う。やる、うん、PS 上げるために。そう、自分の苦手なショットとかがすごい分かった。あ、これ苦手だな、頼む来ないでくれって思ってる自分がいるから向こう側の弱点やめてとかいう自分もめっちゃいたから、だから自分の苦手なショットとか、うん、ブロックの読みが甘いとかこういったところのコースの、軌道をまだまだ修正しないといけないなっていうところがねしっかり分かったんで、うん、ここはまあ練習ではいいかなと思うんだけど、うんうん、実際攻略とか周回とかではあんまりおすすめしない、うん、まあよかったらね腕試しにやってみてください。はい、はい、ということで、まあ、まとめると、うん、パーンと一発クリアしたいっていう人はあらやいいかもしれない。ああ、まあ、キャラ持ってる持ってないもあると思うよ、うん、みんながねやっぱまだ適性少ないから、うんうん、始まったばっかだしこれから増えてくると思うんだけど、うんうん、しかもねクリアしてオーブンもらえるとかそんなんではないので、うん、まあ、どちらかというと腕試しとかね、うんうん、そんな形でちょっと楽しもうかなっていった形でいいと思います、うん、でパーンって一発勝つんだったらあらやがおすすめ、うん、そして EX のね不可思議、はい、これ欲しい、周回したいっていうので俺は涅槃弱杖を押すから、うん、てかまあここの方が安定して周回できそうな感じだし、うん、アラヤに比べると頭使わなくて済むかなっていうところがある、うん、だからある程度感覚でやれるところがあるから、うんうん、なんか何回もずっと周回しないといけないから、うん、俺アラヤ周回してたら疲れるなって思ってだから本当にやりたくない、うん、だから多分涅槃弱杖の方を周回すると思います。無料対数に関しては本当に練習、自分の PS 上げるとか、うん、そういったところで手は出していくけど基本的に周回とかでは絶対やらない、絶対絶対やらない本当にしんどかった、うん、またこれ来月どうなってくるんやろね。あ、他もね属性違うやつ来るんやろ、来るでしょう ね、まあ、その時でね頑張りたいと思います。さらに難しくなるかもしれないフルスロトのみたいなやめろ今回も十分苦しんだよは
はい、ということで、まあ、こういったね、情報も今後とも発信していきたいと思いますので、はい、よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当に無料体数だけは、うん、本当に大変だった。これ、あと着てないのが、光と、なんだ、だから、刹那とかじゃない、刹那と、なんだっけ、あ、何言った、あ、かな、うん、うん、闇か、光と闇が着てないだけか、うん、あ、そうか。でも、そう考えるとやっぱ無料体数が一番後に出てきたキャラだから、一番難しいじゃない。そうとは限らんよ。そう、限らん。いや、でも、だってほら、26、近畿の26ってみんな結構苦手じゃん。うん、苦手や、うん、あんな感じだからさ、はあ、だから分かんない。あ、そう、うん、どうなってくるんだろうね。でも闇とかなってくると、いろんなオンパレードとかにもなってくると思うから、てんこ盛りで、いやー、しんどいと思うな。楽しみですな。ひとごとやな。頑張ってください。あ、頑張ります。